こんにちは。メアリの編み物タイム。今日はサークルバッグを作っていきたいと思います。こんな感じでね、すごく簡単で早くできるようになると、まあ、30分以内20分程度で出来上がるような内容になっています。使う糸は中細ぐらいかな、アイブトから中細、中太を使えばいいんですけれども、こちらはサンキさんというところで10色入りのカラフルなセットを買いました。アクリル 100% の毛糸です。見た目がちょっとね、朝っぽかったので、なんかいろいろ使えそうだなと思って購入しました。そうですね、触ってみた感じもやっぱり中細ぐらいかなっていう感じですね。で、糸じゃない、針は4号針になります。4号針を使ってきます。ダイソーさんで購入するとこちらの糸がいいんじゃないかなと思います。これもカラフルでいろいろ使えると思います。では早速編んでいきたいと思います。まず輪に作っていきます。長編みで目を16目作っていきたいと思います。輪の中に針を入れて鎖を3つ作ります。これが長編み1本分になります。そこから糸引っ掛けて長編みを編んでいきます。残り14目作っていきます。早送りしながら進めていきたいと思います。目を作るときは定期的にこう数を数えながら目を作っていくことをおすすめします。その方がね、後で面倒くさくないことが多いです。はい、16目、そうですね、16目出来上がりました。では輪を縮めていきたいと思います。まずは短い糸を引っ張って動いた方の輪を引っ張っていきます。すると真ん中の輪が縮まるので、ぎゅーっと縮めたら最後に短い糸をぎゅっと引っ張ります。はい、これで1段目が出来上がりました。鎖の一番最初に作った鎖の3番目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。はい、そしたら今度はまた、立ち上がりの鎖を3つ作っていきたいと思います。ちょっと糸が割れてしまったのでね、しっかり直してから始めましょう。はい、鎖3つ編みましたら同じ場所に長編みを1つ編みます。続けて隣の目に長編みを2つ編みます。1目に対して2つ長編みを編むことをこの1段はくるっと繰り返します。なんでね、16目あったので倍になって32目に次の段は出来上がります。1周、前の段の1つの目に対して2つ長編みを作っていきます。それをぐるっと1周繰り返します。ここら辺もね、ちょっと早送りで進めていきたいと思います。特にね、難しいことはなく、前の段の頭に長編みを2つ、それだけを繰り返している感じです。はい、最後の方に来ましたね。最後の目に長編みが2つできましたら、また鎖の3つ目、頭のところに針を入れて引き抜いたら2段目が出来上がりです。2段目が出来上がりってことは片側の面が出来上がったということなんで、もうこれで片面は出来上がりで終わりです。これを2枚作ります。まずは糸を切って糸の始末をしてしまいたいと思います。
糸の始末をするときはとじ針を使って始末していきたいと思います。糸の始末の仕方なんですけれども、14番のかぎ針で円をきれいに仕上げる方法をブライスのカンカン棒を作りながら教えますという動画の24分あたりを見ていただくと糸の始末の仕方が出てくるので、よかったら参考にしてみてください。最後の糸だけじゃなくって最初にこう飛び出している糸の方も始末していきたいと思います。心配な人はね、もうここで結んでしまえば外からは見えないんでね、見えないし糸もほつれてこないので結ぶことをおすすめします。人間のバッグの時はね、あまりそういうことはしたりしないんですけれども、お人形なのでね、隠れればいいかなっていう感じがします。糸始末がね、実は昔苦手だったんですけれど、今は結構ね、始末した後はどこに糸があったかわからないぐらいには隠せるようにはなったかなと思います。これも慣れですね。あとは糸を切っていってあげれば出来上がりです。で、1枚目が出来上がりました。これを2枚作っていきたいと思います。2枚出来上がりました。これを、表側を外側になるようにくっつけていきたいと思います。で、くっつける時にはこの、立ち上がりの目があるところがなるべくこう目立たないところになるように作っていきたいと思います。まず側面に細編みを編んでいくんですけれども、筋編みをしていきます。目の間に針を入れて細編み、この目の間に見えますかね、鎖になってるところの真ん中に針を入れて細編みを編んでいきます。で、細編み編むときに一周ぐるっと編むんではなくて、この編まない部分を8目作ります。なんで、編むのは24目編んで8目編まないところを作ります。で、細編みを筋編みで編んでいきます。1段目で、2段目3段目は折り返して平編みで編んでいきます。で、2段目3段目を編むときは筋編みじゃなくて今度は普通に細編みを編んでいきます。はい、編み上がりました。中がちゃんと8目になっているかを確認したら立ち上がりの1目をしてひっくり返します。2段目を編んでいきます。こちらは先ほども話したように普通に細編みを編んでいきます。筋編みではなく細編みです。この普段目を入れるところですね、そこに針を入れて細編みを24目編んでいきます。続けて3段目も編んでいくので少し早送りしたいと思います。今回のね、サークルバッグは本当に特にコツとかもなく、円を2つ作ってもうつなげるだけという簡単なものなのでね、ぜひねやってみてほしいなと思います。まあ、編み物に慣れてる方ならちょっと見たら、ああそういうことかと思ってすぐできちゃうようなレベルの内容だと思います。さあ、3段目がそろそろ出来上がりますね。最
最後の目が出来上がりましたら、糸をぐーっと引いて、この糸を使って反対の輪とつなげていきたいと思います。つなげるのに使うのはまたとじ針になります。とじ針で反対側の輪と巻きかがります。巻きかがるときに、すいません、先にこれ糸を始末しようとしてるのかな。そうですね、編み始めのところの糸を先に始末しちゃいたいと思います。これも糸に逆らわず這わせていくんですが、完全に這わせてしまうと始末した糸が外れやすいので、できれば糸と糸の間に割り入れる感じで糸を始末してあげるとほつれにくいですし、綺麗に隠せるんじゃないかなと思います。では円と円をつなぎでいきたいと思います。またとじ針を使って巻きかがっていくんですけれども、円のまたこの細編みの頭の部分の半目を取っていきたいと思います。一目丸々じゃなく筋編みをしたのと同じところに針を入れていくんですけれども、間に底の部分として作った細編みの頭の半目と円の頭の部分のね、鎖になっているところの間に、ちょっと画面からずれちゃって見づらいと思うんですけれども、その間と間に入れて巻きかがっていきます。見えますかね？こんな風になっていきます。奥半目と手前半目を、奥半目じゃないな。細編み、底の部分のやつは奥半目、円の方は手前半目をこのような感じで巻きかがっていきます。見えますか？すいません。ちょっと見えにくくて。ここが一番見やすいかな。またちょっと画面からずれちゃってるんですけど。そうですね。半目と半目。こういう感じです。巻きかかっていきます。奥半目と手前半目に、こうですね、はい、入れていきます。全部が縫い終わりましたら糸を始末して、で最後に、バッグの持ち手の方をつけていきたいと思います。バッグの持ち手は2目目から8目残していた分の右2目のところからバッグを編んでいきます。かぎ針を入れて、まず鎖を1つ編んだら細編みを1つ、で立ち上がりの鎖を1目編んだらひっくり返してまた細編みを1つ、このような感じで18段編んでいきます。すいません、ちょっと最後巻きかがるところの最後の部分が画像が壊れてなくなってしまってるみたいで、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、最後まで巻きかがって糸を始末すれば OK なんで問題ないと思います。どうしても分からないときはコメント欄で聞いてください。答えられる範囲で答えたいと思います。では引き続き持ち手の細編みを編んでいきたいと思います。これはもうね、ほんと18段編んだら、反対側の8目あるうちの内側、外側1目ずつ残して2目目に持ち手を編んでいく感じです。
なんで間が4目残る形になります。ものすごい簡略化した編み図で申し訳ないんですけれど、このような感じです。しかも細編み18目って書いてますが、18段のことです。すいません。18段細編みを編んでいきます。そして18段細編みが編み上がりましたら、先ほどの編み図にも書いていたように、反対側の外側1目開けた2目目のところにつないでいきます。こちらかぎ針を使うんじゃなくて、とじ針を使ってもうくっつけてしまいます。なので一旦ハサミで切って、針でとじ針でぐるぐるっと巻きかかる感じですかね。でいいと思います。この時、紐のねじれにだけ気をつけてください。ずっとこう一定に表を向いた状態でつけられるように、ねじれないように見てつけてあげるといいと思います。そしたらとじ針でねじれないように、それからグラグラしないように、しっかり持ち手がつくように調整しながら巻きかがって留めてあげます。それが終わりましたら、両方の糸を始末してあげて、もう片方の紐も同じく作ってあげたいと思います。糸の始末の仕方と反対側の持ち手を作る編み方は割愛させていただきます。出来上がりの方をご覧ください。出来上がりました。大きさを多少変えたいときは、段数を変えたりするよりは針を変えたり、目数を16から18に増やしてもいいかもしれません。16目で編んだ場合、スタートが16目で編んだ場合、ブライスに持たせるとこのような感じになります。どうでしょうか。バッグの色を変えて、いろいろ変えて作ってみても可愛いんじゃないかと思います。こう、ね、糸の種類によっても夏場に使えたり冬に使ってみたり、いろいろ楽しめるので、この形は結構おすすめな形だと思います。いかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。メアリの編み物タイム、今日はブライスに持たせるサークルバッグの作り方でした。ではまたね。